ハインリッヒエルンスト・シュミット。近世日本の不教師における最初の宣教医である。1859年2月、米国政公会は日本ミッションを開設することを決議し、中国、上海で活動していた宣教師のジョン・リギンズ、チャニング・ウィリアムズと共に日本に医療宣教師を派遣することを決定する。1859年11月、 シュミットは日本へ派遣される医療専教師に任命され、1860年8月に長崎に来日した。シュミットは長崎で診療所を開設して、無償で医療活動を行うとともに、地元の医師に西洋医学と英語を教えた。高度な医療が評判となり、多くの患者を治療した。1000人近い患者に2回以上の診療を行っている。家庭訪問で垣いまみた。 日本の家族の生活に感銘を受けている。疲労から体調を崩し、1861年11月に日本を離れた。米国に帰国後、ニューヨーク州ウエストチェスター郡ホワイトプレーンズに住み、1926年に亡くなるまで、開業医、病院の設立者、病院長、医師会会長などを務め、地元の医療の発展に力を尽くした。シュミットの日本における、 医療活動は有効性が認められ、その後の米国政公会による聖バルナバ病院や聖ロカ国際病院の開設や立教大学への医学部開設の動きに繋がっていくこととなった。ありがとうございます。